動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では、長期間相続登記等がされていないことの通知を受けた方々に、通知の趣旨、目的などをご説明します。最初に、この度通知をお送りした趣旨、目的をご説明します。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく法務局の調査により、 通知した土地について、土地の所有者が亡くなられているものの、その後も長期間にわたり、相続登記等がされていないことが判明しました。そこで、土地の所有者の法定相続人の皆様に対し、相続登記等をしていただきたく、その旨を通知させていただきました。なお、法定相続人が複数いる場合には、 任意の1名の方に通知しています。次に、この度通知をお送りした背景にある所有者不明土地問題についてご説明します。登記記録を確認しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地を、いわゆる所有者不明土地と呼んでいます。 現在、我が国では人口減少、高齢化に伴う土地利用ニーズの低下、都市部への人口移動を背景とした土地の所有権意識の希薄化により、所有者不明土地が全国的に増加しており、今後もさらに増加することが予測されています。そして、所有者不明土地の存在は公共事業において、 所有者の特定のために多大な時間と労力を要し、円滑な実施への大きな支障となっています。このような背景を踏まえ、所有者不明土地の解消を図るため、平成30年11月15日から、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が施行されました。法務局では、 この特別措置法に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない土地の所有者の法定相続人を調査し、判明した方に対して相続登記等をしていただきたく、その旨を通知しています。法務局では、その他、長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨を登記記録に表示しています。 また、法定相続人情報を作成しています。法定相続人情報とは、土地の所有者の相続関係を一覧形式で表示した情報であり、相続登記の申請をする際に利用して、戸籍等本等の収集を省略することができます。一般的に登記申請は、登記申請書を作成し、必要書類を揃え、 不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行います。登記申請は申請人ご自身で行っていただくこともできますが、司法書士等に申請手続きを依頼することもできます。不動産の所在地を管轄する法務局の詳細は、ホームページ、法務局、管轄で検索してご覧ください。 相続登記の相談窓口は通知文書とともに同封したチラシによりご案内していますが、全国の司法書士会が相談窓口を設置していますので、ご相談は各窓口をご利用することができます。法務局における登記の手続き案内は予約制になっていますので、あらかじめご予約の上ご利用ください。 相続登記の申請をしない場合、放っておくと、今後、相続が起こるたびに、ますます権利関係が複雑になります。相続した土地をすぐに売却することが困難、将来の登記申請がさらに困難になるなど、様々なデメリットがあり、子や孫など相続人の方々に、これらの問題が引き継がれます。 今回の通知をきっかけとして、相続登記をしていただきますようお願いします。